人間は暑ければ逃げればいい、涼しいとこ行けばいいし、水があるとこ行けばいいんですけど、植物は夏の暑い時もカラカラの時も同じとこでちゃんと生きていて、耐えるっていう仕組みをちゃんと備えていて、耐えるためには予知もしないといけないので、すごく敏感に動物以上に感じる仕組みを持っていて、だからこれ漁師としてこういう船、これ2いっぱいこうやって見てあげると360度ねじれてますよね。僕らが3年前に予測したことがもう全然違うことになっています。予測もつかない形で電気自動車と言われるものが増えています。